どうもこんにちは、キョトラです、今回もドラクエウォークの動画を撮っていきたいと思います。で、今回は、やっと貯めてきた、福引チケット、まあその運営さんからねいただいたものも取っといてあるので、ひとまずね溜まってるものは引いていきたいと思います。で、ロトと竜王に関してはまだまだもらえるミッションがあるので、ちょっとこれだけステイして、竜王装備300枚と世界樹の転送200枚と、あとこの間いただいたはぐれメタル装備の福引き200枚と、100枚はちょっとマイレージで交換したので300枚、この辺を引いていきたいと思います。では早速いきますか。で、竜王装備、まあ上からいきましょう。竜王装備、はい、いきますね。最近ねガチャの、まあ、前回引いたマイレージ世界樹の転送の動画を見ていただけたら分かると思うんですけども、結構ね二次率が高いんですよ。なのでちょっとだけ期待してるところもあるんですけど、まあまあまあ基本的にはもう300枚、まあ、30連程度じゃもうほぼ爆死みたいな気持ちでやらないといけないので最近本当にねちょっとね二次率が高いのでちょっとねあれって思ってるんですけどね。いきます、まず10連目、どうですかね。今回は前回もういきなり二次とかありましたからね。あ、カットイン来てるな。ちょっと待って、なんだやべえ、カットイン来てるってことはピックアップ確定だな。武器なのか、あ、鎧下なんだ。でももう一個あるよね。はいはい、いやちょっとびっくりだわ、いきなり。もう一個何、もう一個は SP かな。あ、もう一個は SP ですね、プラチナトレイということで。はい、いや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 、ちょっとびっくりしちゃったいきなりピックアップでこれかい。ほらね、なんか前回といいすごく調子がいいでしょ何これっていう話で。はい、じゃあ20連目いきます。なんだろうね、最近本当に調子がいいな、びっくりしちゃうな。20連目、お、20、また2個、なんだバトルシート、はい、もう一個なんだこれ、あ、カブト、あららら、はい、カブトと下が今のところ20連でカブトと下ですね。これで何、上着出たら完成、あと武器かまあもう10連でさすがにこれでもう一回来るとかないでしょう。30連目いきます。さすがにだとしたらやばいけど、引きが、あ、虹いる、30連全部虹いるな、やば。でも多分 SP だと思います。これで上着出たらウケるな、やばだ、二陣星合率がやば、どうしちゃったんだ。あ、はい、高級魔術師ですね、まあまあそうでしょうね。はい、いやでも30連で兜と下出てりゃ、しかも爆死なしすごはい、ということでした。で、次は本当はもうここが欲しいんです。俺はここでいい引きを見せて欲しかったまあ槍もまあまあまあ欲しいんですけど、上着が欲しいです。世界樹の、まあ、前回も言ったと思うんですけど、世界樹の剣と兜で下と盾は持ってるんですけど、上着だけないんですよ。上着が欲しいということで、はい、10連
いきます。これはちょっと出てほしいんだよな。まあでも欲しいものって絶対出ないよねっていう欲しい、ほらね、欲しいと思ってるものは爆死なんですよね。はい、20連目いきます。いや、こっちの方が欲しいんだけどな。あ、これも爆死だな。はい、爆死でした。いや、ここ引いて欲しかった利用装備でちょっと運を使っちゃったな。はい、ラスト、はぐれメタル30年。はぐれメタルは、はぐれメタルの剣貫突、盾も貫突、で、兜が2突、で、上と下が1突ずつですね。なので、まあ、どっちかっていうと上下が欲しいかな。まあ、なんでもいいです。はい、いきます、10連。さて。あ、もう、爆死っぽいね。なんとなくだけど。あ、はい、爆死ですね。はい、20連目いきます。一番最初に引きを運を使いすぎちゃったはい、20連目。あ、カットイン、はぐれ確定。あ、3つもある、やば。はいはい、あ、剣来ちゃったかな、マジか。いや、はぐれ調子いいな。ずっと調子いい、はぐれ。あ、バトルドレスすげ。いや、でも防具の方が欲しいな。まだ貫突してないところが欲しかったな。あ、よろした。オーケー。ありがとうございます。はい。これで3、2突か。はい。おお、素晴らしい。はい、ラストです。いきます。いや、今回も結構調子がいいな。かなりいい感じですね。はい、爆死でした。はい、というわけで今回の動画はこんな感じになりました。いやー、今回も調子が良かったです。はぐれの剣、はぐれの剣、貫突してるけど、もう一回行くか。まあ、もう一人持たせてもいいですけどね。こんな感じでした。はい。皆さんはいかがだったでしょうか。今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。キョウトラでした。またね。バイ。